こんにちは、料理研究家の大沢さゆりです。今回のフレッシュキッチンは北海道の甘みがぎゅっと詰まった玉ねぎが今旬を迎えています。それを丸ごと使ったスープを作っていきたいと思います。まずは玉ねぎの下ごしらえをしていきます。火の通りが良くなるように、玉ねぎの半分の高さぐらいのところまで切れ目を入れていきます。この時に切ってしまわないように注意しましょう。切れ目は十文字に入れていきます。今回は、電子レンジを使って玉ねぎに火を通して時短処理をしていきます。玉ねぎにふわっとラップをかけて500ワットで3分30秒電子レンジにかけていきます。玉ねぎを加熱している間にベーコンを炒めていきます。ベーコンから油が出るので火をつける前の鍋に入れていきます。こうちょっと油がじわっと鍋に出てくるまでは弱火で炒めます。加熱していくうちに油がこんな風にちょっと染み出てくるので、染み出てき始めたら火をちょっと強めにして炒めていきます。ベーコンがこんな風にちょっとカリッとなってきたらちょっとベーコンをちょっと端に寄せます。加熱してちょっと柔らかくなった玉ねぎをそっと入れていきましょう。でこの時に出た汁も一緒に加えてください。そしてトマトジュースを加えて煮込んでいきます。今回使用しているトマトジュースは寺田農園さんのトマトジュースなんですけれども、とっても甘みも旨味も強くて、今回はもうトマトジュースと玉ねぎとベーコン、あとお塩で調味していくシンプルな料理になっています。ですからとっても美味しいトマトジュースを使うっていうのも一つのポイントになります。ここで駿河屋製菓バイヤー中谷さんが教える玉ねぎを選ぶ時の3つのポイント。今回使用したのは旬を迎えた北海道産田中さんちの玉ねぎ。糖度12度という甘さが特徴で、生でも美味しいですが、加熱することでさらに甘さが引き立ちます。ということで選ぶポイントは3つ。皮が乾燥していて表面にツヤがあるもの、形は丸くずっしり重量感があるもの、首と根がキュッと締まっているものが美味しい玉ねぎの目印です。皆さん、この3つのポイントに気をつけて玉ねぎを選んでみてください。では20分経ったのでちょっと開けてみましょう。玉ねぎ全体がくたっとしているのを確認できたら完成です。少し味見をしてみて、塩っ気が足りない場合はお塩をパラパラっと足して調味してください。今回はハロウィンも近いのでスライスチーズを使って、ハロウィンっぽく仕上げてみたいと思います。100円ショップなどに売っているハロウィン用の型でスライスチーズを切り抜けば、玉ねぎを丸ごと使ったトマトスープ完成です。レシピは駿河屋公式インスタグラムで紹介しているほか、ヒットネット TV、YouTube チャンネルでもこの動画をアップしています。ぜひご覧ください。